カーネル・サンダースだけは絶対に許さ。というわけで皆さんこんにちは。ポテトはマック派、マリサだぜ。でも冷めた時はケンタッキーの方が美味しいんだよな。わかる。マリサさん、目の前にあるおじさんのバケツ、もしかしてついにケンタッキーを買ってくるだけで料理を作った気になってるんですか？さすがの私もそこまで落ちぶれてねえよ。今日はちょっと前に YouTube で流行った謎料理、ケンタッキーの炊き込みご飯を作るぜ。君は僕が実況に言ってのにチキンを食べるんだね。やばい、実況主がついに我慢の限界を迎えた。でもお前ケンタッキーでバイトしてたじゃん。まあそうなんだけどさ。この人生粋のサイコパスなんですか？ちなみに炊き込みご飯だから、調理もめちゃくちゃ簡単。今回は渡り鳥が飛来するがごとく高速の実況をお届けしようと思う。それ尺持つんですかね。調理工程その1、ケンタッキーに行こう。使う数だけど、まあ3、4個あればいいんじゃないかな。皆さんが見てる時期がいつかはわかりませんが、クリスマス付近はめちゃ混んでるのでそこは避けた方がいいかもしれません。ちなみに僕はクリスマス来る前にやめました。ゴミで草。調理工程その2、炊飯器に米を入れよう。だいたい3から4合がおすすめだが、まあここはご家庭や胃袋と相談だ。世の中には大切な袋が3つあると言われています。池袋、島袋、小袋。袋叩き、ゴミ袋。サイコパスしかいない実況やめろ。調理工程その3、味付けをしよう。実はそのままだとあんまり味が感じられないから、鶏ガラスープ、醤油を適量加えよう。ふーん、君はチキンだけじゃなく鶏ガラまで僕の前で使うんだね。他の鶏を犠牲にして欲しくなければお前が鶏ガラになってもいいんだぜ。なんでこの状況で効果音キラキラしてんの？でも僕鶏じゃないしなー。その見た目で鶏じゃないならお前何者なんだよ。なんなんだろうね。知らねえよ。さすがに肉だけだと寂しいから玉ねぎも入れるぞ。串切りか薄切りでいいと思う。そういえば、あんたケンタッキーでバイトしてたらしいじゃないですか。そうだね。なんでわざわざケンタッキーを選んだんですか？あれは、桜舞う春のことだったかな。さて、大学生になったし、イケイケの大学生活を送る前にまずはバイトから決めないとな。家から近いからケンタッキーにしよって感じだったね。あれだけ過去編風な編集しといて理由がクソしょぼすぎません。時間返せ。さあ、全部入れたらいよいよ主役投入だ。だいたい3個か4個チキンを入れてくれだぜ。あ、そうそう、私たちは動画の見栄え的にそのまんまチキンをぶち込んでるが、みんながやるときは骨を取り除いた状態でやることをおすすめするぜ。マリサ、ケンタッキーのチキンっていろいろ種類あるけどどれが使いやすいとかあったりする？なんか持つ部分があるチキンと骨がやたら多いやつ以外かな。ざっくりとした説明だけどなんか伝わるのはケンタッキーが有名だからだろうな。ちなみに持つ部分があるやつはドラム、骨多いのはリブだよ。お前本当はチキンネタ美味しいと思ってるだろ。じゃ、あとは炊飯器に入れてスイッチを押すだけ。それまで待機。はい。炊けたー。これで丸焦げのチキン出てきたらお笑いですが、果たして。あまり文明の力を舐めない方がいいのぜ。しっかり炊けてるじゃん。角度的にわかりづらいけど、こうやったら見えるかな。あ、これはまごうことなき炊き込みご飯です。そんじゃ、よそって食べるのぜ。なんだろう、さっきまでの迫力ある画面からどうしてこうなった。そりゃよそったらこうなるだろ。チキンが一個ポツンと置かれてるのが余計哀愁を漂わせます。うるせーとにかく実食だ。いただきます。おいしい。しっかり味付けもしたおかげでケンタッキーの風味を堪能できるだけでなく、炊き込みご飯としての味の保証もされてるのが非常に高評価だぜ。さらに鶏肉はケンタッキーのあの味ですから、美味しくないわけがありません。今回は非常に変な料理を作ってみたが、こんな感じの料理は今後も作っていきたいと思うので、いい案があったらコメントなりしてくれるとありがたいのぜ。鶏料理だったら夢の中に出てきてやるから。じゃ、今日の動画はこれで終わるから、最後にカーネルに向かって挨拶しておこうか。1ヶ月半、クソお世話になりました。全然バイトしとらんやんけ。